後のスーパーステーションは函館や道南の話題やお得情報、イベントなどなど盛りだくさんのメニューで函館から全道へ向け発信中。時々プレゼントもあるよ。毎週日曜日朝8時函館発京子のスーパーステーション、絶対聞いてね。あれは夜歯を磨いている時のことです。